五所ダムは、岩手県森岡市、つなぎ地先、一級河川、北上川、水系雫石川に建設されたダムである。国土交通省東北地方整備局が管理する特定多目的ダムで、北上川上流改定改修計画に基づき、建設された北上川五大ダムで最後に完成したダムである。堤高52.5メートル、形式は重力式。 コンクリートダムとロックフィルダムが複合したコンバインダムである。ダム湖は五所湖と呼ばれ森岡市の一大観光地となっている。北上川の河川総合開発として1954年より北上特定地域総合開発計画が建設省によって強力に推進されるようになり、すでに施行が始まっていた北上川に5カ所の多目的ダムを建設する。 北上川五大ダム計画もさらに加速して行った。この中で、森岡市内で北上川に合流する雫石川についても治水、利水の重要性が認識されており、すでに1941年には現地点でのダム建設の計画が立ち上がっていた。1953年よりダム建設の予備調査が開始された。その後包みだか、 形式について幾度の変更を行って、実施計画調査に入った。ダム建設は1967年より着手されたが、水没世帯数は、ユダダムの622世帯に次ぐ520世帯に、及び、保証交渉は極めて難航した。1973年に、水源地域対策特別措置法の施行に伴い、翌1974年7月20日、 高級場に基づく国庫補助率加算上げ対象ダムに指定され周辺整備、移転地理士補給等の水没保証対策がなされた。この結果保証交渉はようやく妥結し1981年に完成の運びとなる。形式は1941年当初は、包み高32.5メートルの重力式、コンクリートダムとして計画されていたが、その後幾多の改定を経て、 最終的には重力式コンクリートダムとロックフィルダムの複合型ダムとして計画された。このような複合型ダムをコンバインダムと呼び、コンバインダムの建設事例としては流門ダム、中別ダム、ピリカダム等がある。目的は、一関市小前寺地点において計画降水流量を他の4ダムとともに毎秒1万3000トンを、 毎秒8,500トンへ軽減させる、洪水調節、四角間穴石投資高地点における、許可水利権分の用水を、毎秒15トン、約4,700ヘクタールの農地に供給する、不特定利水、森岡市へ、毎秒64,800トンの浄水道供給、岩手県営御所発電所による、認可出力1万3000キロワットの発電である。御所ダムの完成によって、 1941年旧内務省の北上川上流改修計画によって、多世ダムの建設が着手され、戦後、北上特定地域総合開発計画の実施により、展開された北上川総合開発事業は、実に40年の歳月を経て完了した。現在は、伊沢川の石淵ダム機能強化を図るべく伊沢ダムの建設が進められている。一般に、 京都ではないのに五所という名が用いられていることへの疑問があるが、かつての公家、武家の後医者を指す意味では、京都のそれと同義である。東ダムのある旧五所村にちなむ。五所の名は、北畠明成の子、北畠明忠だが、北畠商人を名乗り、欧州岩手郡に下校して、雫石の地に館を構えて、敵石五所と名乗ったことによる。北畠氏は、元来、 京都に発し村上源氏中陰下の流れを組む区下であり、北畠秋恵の代で陳寿府将軍となり、欧州経営に乗り出していた。岩手県企業局五所発言所この後ダム湖は五所湖と名付けられ、周辺整備が進められた。この結果国土交通省水資源機構所管のダム湖の中で年間コメン利用者が第一位となった。これは付近に、 つなぎ温泉や小祝井農場をはじめ、リゾート施設やスキー場といった観光施設が多く、かつ森岡市内から 10km 程度の距離で東北自動車道森岡インターチェンジ等からの交通アクセスも良いことからと推測されるが、水徳法の理念である水源地域の活性化を地道に継続してきた結果とも言える。2005年には森岡市の推薦により、 財団法人ダム水源地環境整備センターの認定するダム湖100選に選定された。北上川号大ダムでは、多瀬湖、金州湖と共に選定されている。周辺は、岩手県立五所湖広域公園に指定されており、五所湖の尻館や五大橋北園地、お入りの湿生植物園がある。五所湖祭りをはじめロードレース大会等数々のイベントが開催されている。 ありがとうございます。